お疲れちゃんです。ラットです。ということで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、あるカード、まあサムネやね、タイトル見たらわかると思うんですが、ボンバーですね。はい、今ボンバーがめちゃくちゃ使い勝手が良くて、もう使い得まであるんでね。はい、というわけで、まあボンバーデッキいろいろ今日は紹介できればなと思います。で、まあボンバー今ね、とりあえず万能すぎてほとんどのデッキに入ってます。で、まあその一つがね、これ映ってるマスケラなんですが、いろいろね、ボンバーが入ってるデッキを出してみました。まあ大まかに主軸とボンバー何があるかなっていう感じですね。このエレジェイプラスボンバーデッキとか、まあ最近ですとこのラムライダープラス、まあ神器デッキと呼ばれる陸で攻めるね、デッキプラスボンバーとかもね、すごい流行ってきてて、まあいろいろね、この神器プラスボンバーだったりエレジェイプラスボンバーでもこう中身がいろいろね、ボーラがダクプリだったり、なんかマザネクがアイスイズだったり、いろんな形あるんですけど、まあその辺はね、省いて、まあいろんなデッキをちょっと出してみました。まあエレジャイ型のボンバー、神器のボンバーで、スケラのボンバーですね。で、最近だとよくスケラも5入ってます。マザネク用ですね。で、まあゴレのボンバーもよくいますね。これもゴレの形、もう何十種類もね、ありすぎる。でも全てにボンバー入ってるっていうぐらい、ボンバーがね優秀で、ホグライダープラスボンバーもいますね。でこのデッキ今ね世界一桁の人が使ってましたね。で、まあラバルーンプラスのボンバー、あとはこれはハネハネさんかな、なんかまあキョスケロイジャイのボンバー型枯渇、まあキョロイ枯渇ボンバー、あとはロイホグボンバーみたいな感じで、まあこのパッとね思いついたのがこの辺のデッキだったので、とりあえずまあ出したんですが、幅広くねボンバーが使われてます。で、まあここにないデッキだったら、なんだクロスとか、前クロスプラスのボンバーとかがね、ちょっといたかなぐらいの、感じはしますが、ほとんどのデッキに入ってくる優秀なカードですね、ボンバーくん。まあ、入らないのがもうほんとバルーンとか、まあ、バルーンぐらいですよね。まあラバルには入りますけど、バルーンとか、あとなんだろうな、なんかメガナイトとか、まあ、たまにペッカとかにもなんかボンバー入ってるスケラとか、なんかねすごい形もいろいろあるんで、なんかボンバーそう考えると強すぎっていうね、思いがします。でボンバーが今流行ってることによって、まあ、僕の大好きなロイホグとかもね、マジ今ミリもいないですね。新体ロイホグがミリいるっすねミリじゃねえな、そこそこいるわ、そこそこいるわ、ごめんなさい、いたな。でもそのデッキぐらいしかロイホグがいなくて、まあボンバーがね、これ何が強いかっていうと、まずはニコスですね。はい、ニコスで出せるので、まあ、ニコスで出せるユニット、クラローで言うと、まあ、レイジだったり、ザップとか、雪玉とか、まあ、そこそこにあるんですけど、ウォールブレイカーとかね。弱いカードってないんですよ。ニコスで弱いカード、クラローで存在しない説があって、まあ、その通りだと思うんですけど、って、まあ、僕がね、説立てたんですけど、これ。いや、マジで、ニコスってね、こう、なんだろうね、損しないっていうか、なんだろう、ピンチにならないんですよ。別に2コス割いたところで、相手が逆サイめちゃくちゃ攻めてきても、僕は8コストあるわけですから、それで一気に不利になるとかもなく、いやー、2コスだからこその、なんかこう、お手軽なね。よいしょ。さあさあさあ。おー、相手はバルーン。え？親衛隊、ね、ザッピーで、今僕、ロイフグだと思ってたんですよ、完全。で、親衛隊ロイフグか、まあまあ、ボンバーいるし、ファイボだし、と思ってたら、親衛隊バルーンを久しぶりに見ましたね。あ、トリトンもいたな。確かに。さっき。さあ、というわけで、バルーン相手にキング起動できたので、これはもうね、結構リードできそうですが、もしかしたら、フリーズとかの可能性があるんですよね。相手のスプレーが。フリーズだったら、フリーズだけちょっと警戒していかないと、防衛ポイズンができないので、あ、防衛ポイズンいらんな。バルーンか。あれ？じゃあ全然大丈夫だな。なんかいろいろスケラとごっちゃになってんな。ですが、このボンバーですね。で、ボンバーね、ウッドで死んでいいと思うんですよ。多分いつか修正来ると思うんですけどね、次回か分かんないけど。じゃないと、この、ウッドとかでやられないから、なんて言うんだろう。その、エリアード取られない最強カードなんですよね。そう、ボンバー出して、ボンバーを倒すためには、矢の飴とかを使わないといけないんですよ。矢の飴だったり、ファイボだったり、ポイズンだったり、まあ、防衛面だったら、タルババとかでもね、ウッドでも耐えれるんですけど、相手陣地のボンバーを、防衛するのに絶対ね矢の飴以上3コス以上のコストを割かないと倒せないんですよ。まあそれがねちょっとよろしくねえっすよね。めちゃくちゃ強いなそれが。さあそんなわけでこれトルネ5とかやっちゃいたいがあるんですけど、やりすぎ、ちょっと生きって1回だけ生きるっすね今日。相性が多分いいんですよ。めちゃくちゃ相性がいいから今みたいなことしても全然耐えれると思います。
さあ檻を置いて、トルネさえあれば耐えれると思いますと思ってるけど、ちょっと行けばいい。いや大丈夫ですね。あー危ない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 。相手のホバリングファイブで結構早めに処理しとかないと怖いかもっすね。さあ相手もね結構なかなかいい攻めをしてきてるが、これね施設プラストルネはさすがに負けられない。さすがにこれは負けられないっすね。今めっちゃ押されてるんですけどこれ変なトルネ5をしたことによってね一気にピンチになってるんですが、まあ、相手の親衛隊に対してもボンバー最強ですからね。さあそういうわけでね1200側をもう僕は必死に防衛します。さあそしてメガナイトも来た。これスケラ打ちてえな。スケラ打って5をザッピーこホバに打ちたいんですけど、あそこのホバがねいいホバだ。マジでいいホバ。さあ檻を置いて防衛します。5打ってあげて、5のダメージもねそろそろ削っていかないとこれきつくなってきますからね。でさボンバー出してあげればマジでボンバーだけで何でも守れます。で逆サイドこれやばいじゃないですか。ボンバーがね投げてくれます。そうボンバーねこれ強いんだよな。なんかキングってかタワー折られない程度にそこそこに防衛してくれるんですよね。そうボンバー出されるだけで攻めスペル打たないと相手のタワー折り切ることができなくて、でも攻めスペル打つと打ちすぎになる、攻めすぎになるんですよね。程よいボンバーがねやっぱいると攻めにくいんですよねマジで。だからまあこう今ね大型環境とりあえず大型展開して逆サイド攻められてもボンバーで回収したりとか、ボンバースケで守る高回転ホグだったり、まあ、ボンバーいるだけで相手にね過剰攻撃させるかまあ守れるかみたいなそんな感じ。困らないんですよねボンバーいれば。まあそんなわけで今回相手ヤリゴブゴブリンバレルでこのヨーゼフみたいな人はねマルチでホグを使ってる人だと思うんですけど、さあゴブリンバレルゴブリンバレルなんかダクプリユーのですねヤリゴブウォールブレイカー、まあ、めっちゃ枯渇ですねめっちゃ枯渇デッキですねとりあえず。でまあ相手のそのなんだゴブリンバレルとかをボンバーで守れたら熱いですね。で一応タルババもあるので結構ね相性自体はそんな悪くはない気もしないことはないが、エリババとかがいいのかな。さあめっちゃ攻めてきますねウォールブレイカーですね。いやこのウォールブレイカーうまいですね。僕これ守れないんでこれはもう攻めるしかないですね。ここはね相手のいい攻めがちょっときましたね。スケラウッズだけ打って何が出てくるかだな。さあウッドはねいいウッドだ。でヤリゴブリン、さあさすがにねこれ多分マルチ上位にもいるね方だと思います。綺麗な防衛ですね。さあでこのさっきからゴブリンバレル相手飛ばしてこないんですよ。なぜならキング起動されるからですね、とかまあボンバーで美味しくいただかれるからだと思うんですけど、その辺も分かってねしっかりウォールブレイカーでまず攻めてきてる。で上手い人ねウォールブレイカーキング起動するんですよ。でも僕ねマジキング起動ね下手なんですよねウォールブレイカーの。なのでちょっとさっきまでできてなかったんですけど一旦ここでキング起動できたのはでかい。でね多分こういうデッキはねスペルが入ってないんですよ大抵。だからもうね耐えたいですね本当に耐えたい。でもしかしたらウォールブレイカー追加とかもねちょっと意識しながら、さすがにロケやったら負けですからねないことになります。まあこれボンバ出して。ボンバ最強なんでね。あ、ボンバ？ボンバ最強って言ってあげたのに。雑魚やんけ。ボンバ？いや、これ相手ね、攻めすぎだと思うんですけどね。サスケラ打ってあげて、やりこぶには取れねえかな。お、ムーとか。ムーとか。お、待って、相手のダクプリ無能じゃね？相手のダクプリが無能すぎて、めっちゃラッキー、めっちゃラッキー、めっちゃラッキー、マジラッキー。で、ハシマイプリンがワンチャン？まあ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 。さあ、檻を置いて、このボンバー出しておけば、相手ゴブリンバレルもね、投げにくいですからね。U の単体ぐらいはね、無視していいです。なぜなら、キングが起動しているので、これ無視してもタワーが折られることはないんですよね。でさ、スケラ打ってあげて、で、ダクプリが厄介だな。やべ、俺の、待って、ベビドラが思ったよりなんか、俺のベビドラ思ったより働かんかったな。さあ、でもベビドラ、いや、相手からしたら苦しそう。やりゴブ溶かす。うん、さあ意外とこのダクプリユーノがちょっと厄介ですね。でこれ延命してあげたらウォールブレイカーがあっちに突る。いい、いやいいですね。これゴブリンバレル相手入ってない、もしかして入ってないなんてことないですよね。あれ入
ってたよな。入っててキング起動したっすもんね、僕。で、相手はマジこのベビドラがね、絶対きついから、早くベビドラ、ムート壊して入ってくんねえかな。さあ、ここでゴブリンバレーで攻めてきたボンバーですね。で、後ろの槍さえ溶かしてしまえば、オッケー、危ねえ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 です。いや、これ、結構相性いいとは思うんですけどね。なんかベビドラ、相手の対空がプリンと槍ゴブだけでしたね。2体しかいなかった気がする。まあそんな感じで、今このファイボ型ね、ファイボ型のスケラボンバー、まあボンバーがまあ、結果的にすげえ活躍してましたね。結果的にね。まあみたいなスケラボンバーです。で、あとはこのね、ボンバー神器も今めっちゃ使われてるんですよね。そう、なんなら世界1位2位がこのデッキだったぐらい。はい。多分同じ人ですけどね。まあ使われるぐらいめちゃくちゃ強いデッキなんだと思います。まあボンバーね、程よい火力、程よい HP で、良すぎるコスト、2コストですね。まあなんならこれ、3コスになったらさすがにまあ前のボンバー。なんなら前のボンバーにしても、いや前のボンバーにしたら多分そこまで使われないんですよ。なぜなら3コストだからですね。結構コストが2コスっていうのがね、強すぎるだけなんですよ。本当に。さあ、ここはまあマジアチャで射抜いていきます。で、これボンバーで耐えようかな。で、ボンバーで耐えるんですが、ムートがね、ボンバー攻撃しちゃうと、もうタワー折られちゃうとこまで行っちゃうので、ムートがね、タワー攻撃してから攻めたんです、出したんですが、ヤナアメですね。ヤナアメ、アチャスケムート、まあ、スケラ迫撃スケラデッキとかの可能性はありますね。ヤナアメだったんでね。結構珍しい感じの形ですね。さあ、インドラ最強だぞ、これ。で、相手、エリアドめっちゃ取ってんだな、これもしかして。さあ、で、マジアチャで迫撃か射抜いてあげてえな。マイナをね、マイナを射抜く。で、ザップもね、これ結構いい味出しそうですよね。相手のアーチャーとかをラムプラスのザップで倒したりとかもできそうなので、これさすがに迫撃砲飛んでくれる？いや、飛んでくれよー、それは。飛んでほしかったな。いや、この一発痛えな。ああ、いいヤナアメですね。さあ、ボンバーはヤナアメではやられます。まあ、ですが、ボンバーにヤナアメ使ってくれると、相手の方が1コストね、多く使ってるので、まあ、そこまで嫌ってわけではないですね。さあ、まあ、そんなわけで多分スケラ。この1200降りてえな。相手ここでスケラで攻めてくれると嬉しいんだけどな。で、ここはね、ぶっちゃけ攻めていいと思うんですよね。相手が迫撃砲が回んないサイクルで、結構過剰に防衛しないといけないサイクルだと思うんですね。で、スケか。うわー、今入ってほしかったな。そう、ファイボ使ったので、っていうね、サイクルに入ってますね、今。だから流れ自体は悪くないんですよね、僕。あ、ディガーだ。さあ、ディガーでした。で、これ、アーチャーにファイボ打ちたいですよね、僕は。ファイボ打ったら、このエイババがね、結構活躍するんじゃない？頑張れ。さあ、で、どうせならマジアチ延命してあげて、ほいほいほい。いや、いい流れですね。急に来てる。流れは来てます。で、相手は攻め迫したいけど、さすがにできないよね。いや、攻め迫来るんかい。これ、ボンバーとかで。ボンバーとかで壊してあげて。なんならザップとかも打ってあげて。うん。マジアチャで。マジアチャでなんか。お、入る入る入る。熱い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 。よくやった。で、インドラで焼いて、これ。タゲがいない。これマジアチ多分ね、最強に生きる位置にいる。たまたまね。たまたま最強に生きる位置にいて、今いて迫撃使った。これ、待って、ボンバー奇跡あるかも。あ、まずザップが。うわ、ボンバー来たボンバーすっげえ声出た。いや、ナイス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 。死に際のね、爆弾、ひょいって投げる感じね。よかったですね。アーチャーとスケをね、さあ、つけました。いや、でもこの陣形はね、むずそうですね。ザップがすげえむずそう。まあ、あとはなんかこう、いろいろね、いますが、ちょっとこのね、多分、ハネハネさんというね、巨大スケルトンを愛してやまない方ですね。もう、巨スケ弱体化されて、メンヘラになると思いきや、なんか気合入ってましたけど、結局、なんかね、萎えてたり、喜んでたり、どうなんだろうっていう感じでしたが、でも、巨スケでずっとトラ上がってるね、はい、方が考えたデッキだと思います。で、この巨スケの枠がね、メガナイトでも、なんか、使われてましたね、マルチで若干。はい、まあ、キョスケ弱いだろうっていうのでそれはそうと思います。まあ、そんなわけで今んとこね、結構ボンバーがやっぱ活躍しますね。2コスなんで出しやすいですよね。出しやすくて、まあ、陸受けにもなるし、まあ、攻めにも使えるし、ボンバー出してるだけで相手は攻めにくいっていうね。いや、強えな。
もう前世紀の、なんだろうな、わかんないけど、ウォールブレイカーぐらい。なんか今、ウォールブレイカーは、こう、とりあえず出してしまうと、最近だとやっぱね、上手い人のようにはトリネでキング起動されたりとか、やっぱマザーネクロでね、ウォールブレイカー全部舞台になって帰ってきたりとかあるんですけど、マジウォールブレイカーが流行りまくってた時はもうね、飛ばすだけ相手がいっぱいコスト使ってくれて、エリアド取れて、みたいなね、感じだったので、まあ、それぐらい強いですね、ボンバ。さあ、ニコスですね。ニコスにはニコスで、U のあればトルネがないので、タルバは使いましたね、定位置。メガナイト、系なのかなとか思ったんですが、なんだ ?U のエレキ、スキャミ?これザップとか来ないよね。オッケー、ナイス。さあ、おー、マミャー。さあ、マザネク、最近強いですからね、マジで。冗談抜きで。強すぎんっていうぐらい強いですからね。さあ、5を。まあ、ここにはボンバ一応出してあげますか。で、エレキ、マザネク、ラムだな。いや、インドラがいるかわかんないんですけど、ここでいけると、最悪インドラ来ても4コスザッピいけるんですよね。いや、来るか。メガナイトかな。いや、でもいいザッピー。いや、いい、ボンバ、ナイス。ボンバ。で、タルババ使ったので、ここで、ゴブリンバレルですね。いや、いい、ナイス。ボンバーとザッピーのコンビネーション。完璧すぎん?さあ、1本追っていく。で、相手はこれ、ペッカラムかもしれないですね。最近ね、ペッカラムが、なんか流行るっていう事件。事件ではないんですけど、なんか。本当にこの動画を撮ってる前日ぐらいか、なんならその日ぐらいから流行り出しましたね、ペッカラムライダーが。さあ、で、まあ、そのデッキはちょっとダックプリユーノとかなんで、まあ、若干違うのかなと思うんですけど、で、これタルババ来るかな、来ないな来るかなって。相手なんかきつ、あ、でもダックプリユーノだな。やっぱ、ではそうですね、ペッカラムですね。これさ、ボンバーがでも地味に強いよな、マジで。あ、でもエレキに殴られてる。ボンバー、まあ、でもニコスなんでね、こいつこれで。大体ファイボだったんで、まあ、ザッピーは基本的には固めない。スパしてあげればどっちか活躍するよねっていう。さあ、まあ、ここはペッカに対して後ろから挑んでいきましょうか。マザネックラでもよかったな。で、ファイボタルなんですよ。だから次スケルトン部隊をこの高い位置に出してしまうと絶対読まれます。だから、位置気をつけましょう。低めに出します。あー、でもこれはもう出さなくてもいいかもしれないな、もしかしたら。守れないですね、守れない気がしたので、もうこんな感じ捨てます。あえて捨てて、ほどほどに後から守ります。危ねえ。いや、ペッカが待って、ペッカがというか、待って、ダックプリがやべ、待って、急に大ピンチ。なんかゴブリンバレル、もうちょっと飛ばしてもいい気がするけどな。一旦防衛しようか。ファイボとか打たれそうなんで、低めにね、出しといてあげて。で、ファイボ使ってくれたら、これ来たんじゃない?フルカウンターっすよ。で、ちょっとあの、邪魔、いろいろ、なんかユニット邪魔だな、いろいろ。よしさ、キョスケつけてあげて、ゴブリンバレル一応飛ばしておきましょうか。これさ、キョスケのバカでマジで全部行かれてくんねえかな。マジで全部行かれるくね、あれ。ハゲろ。ハゲた。いや、ハゲんのかい。いや、でも、ボンバー、君はね、優秀すぎる。オッケー。いや、あのマザネクが若干厄介ですよね。マザネクが若干。これ、端前キョスケした方がいいよなっていう思いがあります。で、一応、タルババ警戒で低めに。てか、ファイボか。うん。まあ僕はね、キングなんですよね、僕が負けるパターンは今。だから左サイドはね、そこまで焦んなくてもいいと思ってるけど、焦るな、これは。これは焦るよな。さすがに焦るよな、俺も。さすがに焦るよな。相手のめっちゃいいラムライダー来たな。ちょっと待って、耐えて、ザッピ竹かろう。オッケー、ナイス。さあ、というわけでね、マザネクにしばかれましたね。ヤナメが、このマジでペッカラムこれめっちゃ入ってるんですけど、ヤナメが世界一使う場面なかったですね。そう、ファイボータルババのね、ダックプリユーのラムですね。まあ今、エレジャーエとかゴレとかが多いので、もうほんとそれ用のね、
はい、それ専用のピッカですね。で U7 枠が何だったかな、 U7 枠がトリトン型もいましたね。まあそこは結構好みなのかな。さあまあそんなわけでちょっとペッカーがいるのでペッカーをしばくためのスケラでいきます。よろしく。まあボンバーやっぱ優秀ですね。マザネクの豚にも強いし、まあ関係なくとりあえず強いし、エリババにも強いし、で環境にも強くて環境を無視しても強いっていう、そりゃ強いじゃんって感じっすよね。さあベビドラ打っちゃうかな。スケラ、いや一旦防衛します。さあゴレちゃんですね。まあ、入れ試合の可能性が、いやないか、ダクネなんでね。さあ、相手も多分ね、ボンバーいると思うんですよ。いや、ベビドラダクネか。ちょっとレアじゃない？ベビドラダクネはね、結構レアじゃないですか。あんま見ないですけど、ね、でも、タルババの時はスケラの位置をね、ずらすのがいいです。でも最近スケラの位置をずらしすぎてね、相手がウッドとかでもね、普通にずらしちゃうんですよね。なんか、ドラドラ。いや、でも、ゴレですね。ドラドラゴレですね。焼き鳥がめっちゃ使ってましたね。焼きゴレとか言ってね、本当に無限に使ってましたよ、このゴレダクネスケドラ。本当に。よく使ってたな。で、グローバル大会でサンクラ取るために、このデッキ序盤に使って、いつもこのデッキで10勝ぐらいでバツついてて、うわー、これマジか、やったわーとか言って。100回以来聞いたっすよ、本当に。いつも、いつも時短ゴレとか言って、このゴレダクネスケドラベビドラをね、なんか空マシマシゴレ使ってたんですよね。さあまあそんなね、ゴレデッキですね。でポイズンじゃねえからちょっとだけ相手のダクネの防衛がめんどくせえっていうね、棒ポイじゃないんでね。さあうん来た、エリババが来たが、これエリババにはマジでボンバ頼む、ボンバ頼む、君しかいないからな、この対エリババ。いやーナイス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 。あでもゴレ結構いかれたな、これ結構ダメージいかれちゃったんですけど、まあ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 。さあゴレダクネスケドラ、うーんなんかいろいろいますね。でこれケツゴレ来ます。こんかった、最悪だ、やってもうた、マジか。これは攻め取るね、ダメージ稼いだ方がいいですね、序盤今の間に。まあそこそこ稼ぎましたね。でさすがに8枚ゴレはできなくて、でまあナイトで時間稼ぎつつ、もう一回スケラで攻めてもいいかもしれないですね。で攻めて一本折って最後まあ逃げ切るが理想ですね。まあここライトニング打ってくるのかな、打ってこないかな、さすがに。いや打ってきたな、打ってきたらちょっとやばいかもしれないですね。打ってきたらちょっとやばいかもしれない。防衛ポイズン、防衛ポイズン欲しいな、これちょっとやべえな。やってもうたか、もしかして、もしかしてやってもうた、これ。いや耐えれる耐えれる、やべ、あ耐えれない、あマジか、あーちょっと、いやこれ、いや攻め5打っちゃえばよかったかな。いやどうだろう、ね800スケラ打った、あやりましたね。じゃああれがダメだったんだね、という感じでね。スケドラにはね5が生きてたんですが、ダクネにはねやっぱポイズンが欲しくなっちゃいましたね。というわけで、まあほんとボンバーは今最強なので、皆さんもなんかニコスですね、ウッドとかタルババの枠でなんか変えてもいいなとか思っちゃえばボンバーにしたり、とりあえずなんかいじりたいなと思ったらボンバー入れちゃえば、デッキ力ね、パワー、デッキパワーね、上がると思うので、ぜひね、皆さんもボンバー使ってみてください。次ね、僕ボンバーマジ使わない民で、本枠のね、ボンバーのレベルも、レベル多分10とかで止めてるんですよね。はい、なんか嫌いです。なので、顔を待ってます。というわけで、終わります。よければ、チャンネル登録、高評価ね、コメントもよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。